はい、皆さんこんにちは。いつも見ていただいてありがとうございます。今水芭蕉の美しい季節ですね。それで純粋無垢な花を描いてみたいと思います。で、使う筆は中筆、彩色の中筆、そして面相筆、色は白5分ですね。山吹、群青、そして青草、127番ですね。はい、この4色、そして薄墨1色を混ぜてまた描いてまいりたいと思います。そしていつもティッシュをご用意ください。こういうふうにね。はい。そしてまずここを頂点としまして、ここを軸、そしてちょっと曲がりまして、そしてここにこう折ります。私はお花だと思ったんですけれども、これも葉の一部だそうですね。驚きました。それでここにねじれております。そしてここからまっすぐにこう出ております。そして葉は大胆にこういうふうに来ておりますから、ここ、そしてここに一枚ちょっとこうしてあるというふうに思えばいいと思います。そしてよく白い花を描くときは、この紙の白地を残すという描き方もあるようですけれども、この長年経ちますと色がくすんでくるんですね。紙はそのままに置きますと、やはり色をのせておいた方が底が浮き出てもっと綺麗になると思います。で、皆さんの描いた一枚はお子様、お孫さんの代まで残るかもしれません。で、その時まで美しい色を残しておきたいですね。70億人の地球で70億人の人口がいますけれども、70億分の1、たった1枚しかない絵なんですね。皆さん、そして私の描いた絵は70億分の1枚なんです。とても貴重な宝ですから、大切に保管したいと思いますね。それで白を塗りたいと思います。5分、これはにかわが乗ってますの、入ってますので、長く美しい白のまま残ります。ですから自信を持って描いてください。はい、白で、70億分のたった1枚、世界に1枚しかない絵を描くんですから、自信を持っていきましょう。こういうふうにして比べないで自分だけの絵を描くんですから、とても幸せだと思います。
はい、塗りましたね。乾くまで置きましょう。そして乾くまでこの葉っぱ、葉の方を描きます。ここは濃く、白に対比してここを濃く描きますと白がとても浮き出ますので、普通なら非常に若葉色しておりますけれども、自分なりにこれを絵としてまとめていきたいと思います。群青色ですね。はい、群青色に緑を混ぜます。緑を混ぜて、そして墨をこのようにつけまして、 1,2,3 色になりましたね。この3色をこの葉の上で混ぜます。でこの縁は塗らないように、色が侵入しちゃうので滲みますのですみません、咳が出ちゃって、はい、このようにします。後でここは埋めますからご心配いりません。そしてここは面白くこの色に黄色を混ぜます。この筆に黄色を混ぜますね。そうしますとこういう色になります。ここからはご自身の絵なんですね。こういうふうに はい、このようにしておきます。そして今こう全体に広範囲に色を塗りますと、こうこういうふうにしおってきますね。そうすると描きにくいので、私はセロハンテープをこのように丸めます。丸めてこの後ろにちょっと貼り付けます。ちょっと貼り付けますね。そしてここに貼り置きましょうか。そしてこの上にちょっと押さえます。そうするとまっすぐになりますので、描きやすくなると思います。ちょっとまだ乾きませんね。で、乾くの少し待ちましょう。待ちましょう。はい、乾きましたところで、この真ん中の部分ですね。緑に薄墨を少々混ぜて、薄く
ておきます。そしてこの折れ曲がった部分ですね、ここは群青色に緑を混ぜて、そして白混ぜますね。白を混ぜて、こういうふうにしておきます。茎ですね、茎の部分ですね。まだここは乾いてないようですね。そしてもう一度この葉の部分を仕上げの塗りに入ります。群青色多く、そしてちょっと水を取ります。そしてこの水芭蕉の純粋無垢な感じを表現するために非常に繊細な描き方をいたします。それぞれの感じ方によっては群生を見て力強くパッパッと太い線で描く方もいらっしゃるかと思います。それは感じ方ですね。私はこのように描きたいと思います。絵とは楽しいですね。こういうふうに自分の思いを表現できますから。はい、ここでこちらの真ん中の花粉ですね、花粉の部分をこれから丁寧に丁寧に描いていきましょう。たっぷりと取りましたよ。そしてこういうふうにダイナミックな点描で結構ですね。だんだん小さくしていきましょう。こういうふうに描きますと水芭蕉もきっと喜んでくれると思うんですよね。はい、水芭蕉さん、あなたをどのように素敵に描きましょうかといつも眺めるときに思います。ここに一つ色が飛びました。取りましょう。
麗に取れますよ。はい。そして葉脈、ここ白く取りましょう。そして取っておくだけで結構です。うっすらと分かる程度で結構ですね。この方が奥ゆかしいかと思います。最後の仕上げに、はい、薄墨に群青色を混ぜまして、そして白、ここはもういいと思います。そっと置いたところをきちんとしてやりましょう。そしてここも こうしてやりましょう。そしてこの線の、この線はきれいにできてますので、外側ですね、外側をそーっと撫でてやりましょう。できる方は、できない方はこのままで結構です。でも挑戦してみてくださいね。そして葉も描きましょう。このように整えましょう。これで出来上がりです。それではちょっとここムラムラとなってますので、ここに群青だけでさっと撫でましょうか。非常に絵画らしくなりましたね。
それではどういう言葉にしましょうか。私たちの思いにはまっさらで純粋でありますように。思いに横島島なし。ここに引用します。この赤がポイントとなると思いますので、ここに押しましょう。はい、これで結構です。いつも私は絵を描いた後はこの周囲がバラバラになっておりまして、非常にお行儀が悪いかと思いますけれども、お許しくださいね。それじゃあ皆さんも挑戦してみてくださいね。次回をお楽しみに。ありがとうございました。